ちょっとホットタイム。この番組はサラダコスモ、チコリ村、その他ご覧の各社の提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。日曜日の夜8時、ちょっとホットタイムの時間がやってまいりました。本日ナビゲーターを務めます山内しえです。今夜も1時間、内容の濃い番組をたっぷりとお届けいたします。お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。では最初のコーナーは健康あんじゃない体操のコーナーです。テレビの前の皆さんもぜひご一緒にどうぞ。それでは VTR スタート。
263.0 なんて、これ標高ですけどね。まずここへ行ってみたいと思います。で、車はここに置いといて、ちょっと歩いてここまで行きますから、大丈夫ですね。ありますよね。大丈夫、はい、杖ありますか。ありがとうございます。まずここへ行ってみたいと思います。少し下ってきましたね。だいぶ下ってきましたね。ということは帰りはこの道もっぺん歩いて登って帰るということですね。そういうことですね。はい、向こう側に待ってます。北側にもね、あります山の上ですね。その時にダムを破壊されると困るから、ここにそういう、迎え撃つね、放射砲があったんですよ。そのことのためにも、いろいろ測量の標準点として、ここにはね、なんて書いてあります？目のいい人。国道地理院って書いてあるね。うん、国道地理院って書いてあるでしょ。うん、三角点。ああね、四と三は分かる。分かる？三は分かる。四、はい、も。これ三角点ですか？これ三角点です。四等三角点。だからいつも探すような。四角い標識があって、そして礎石が四隅にあって、四角いのがあるとはちょっと違う。ね、丸い、丸いですね。あとね、江梨と中津の境でね、この銀色のところにあるってことよ。8号ゲートというか、何号？8号、8号と、まで9号との挨拶？うん。ほぼ真ん中でね、真ん中。はい。ないないないですけど、でもあんなやつ
って言って通過しちゃう。そうそう。まだこうやってるから。何かこうポイントを決めて歩くと楽しみが倍増するよね。桃助の、まあ、弟義理の親父さんだね。これを1万円されたと。三角点自体あまりよく分からなかったんだけど、でも、うん、よかったです。ですよね。はい、いかがでした。三角点はこれで2回目ですけど、結構、行くと、うん、面白い場所ですね。うん、いかがでした。まさかダムの上にね、あるとは思いませんでした。昨日も歩いた時、時々山に登ると山の頂上にね、あってちゃんと石垣が四角くなってて三角点ってわかるんですけど、ね、あそこは丸くて埋めてあったんでね、ほとんど出てないからなかなかわからなかったですね。初めて見ました。あんな小さいものじゃちょっとなかなか見つからないね。
リシナリ近所のおっちゃんになったここではこうしてくださいおいやだあーこれだーゆとり教育をバカにするわけじゃないけど世間を気にして子供らが育てられるバカにしない、けなさない、切れないうまいな、この子これはいや、それはうまいここの子供たちっていうのは結構言葉も荒いし賑やかだったしだけどもすごい綺麗な目をしてたんですまあ母子家庭であったりとか親自身がいろんな病気を抱えていたりとか子供たちには生きることのしんどさとしてありましたねちょっと待って、ええか原因がどっちにあったとしても暴力は絶対あかんねんまだ引き返せるよ、情報はそらお母さんが作ってくれた方が美味しいやろバイバイあ困った時はいつでも来てLife, 伝えたい冴えないこともあるけど逃げない諦めない負けない自分に負けないうまくいかないこともあるけどええことあるよきっと見つかるよ心と懐が寒い時こそ胸を張れ心と懐が寒い時こそ胸を張れきょうのちょっとええなのコーナーはオープニングでもご紹介いたしました岩村町在住の竹細工の名人成瀬拓三さんをご紹介したいと思います御年96歳だそうですとても96には見えませんまあ90ぐらいでしょうかねいや同じことだと思いますがさあそれでは早速ね VTR を見てみましょう VTR スタートいわむら町の本町通りの町筋をですね、路地を一つ入りまして、そして数十メートル行きますと、成瀬拓三さんのご自宅がございます。かつては釣り道具屋を営んでいらっしゃいました。そのご自宅の一角に、竹細工の工房があります。アポなしでね、行ったらあまりにも素晴らしい光景が広がっておりましたので、もうね、行き当たりばったりですけどもね。取材させていただきましたのでそれでは、ね、皆さんに紹介したいと思いますそれではどうぞもうちょっと狭くしてみてこれ増やしてけ、うん、あれ歪んじゃったことができたんやよ、うん、楽しい一年や、うん、俺はよ百姓やっても何やってもよ偉いけど楽しい、うん、全てのこんなものがあんなものでも初めゼロから考えて作ったんだぜあんたよここが初めやよこれが初めよ
こっち行っとるら、うん、これが短いぞって言っとる。やり直すか。ちょっと短い。あるかもわからん。で、ええわ。やってみる？続けていけ。ここから帰ってきたやつ。元は一緒だろ、これは。娘だもん。これがよ、12本作るんよ。12本と、ここに2本いるら、3本か。うん。で、15本あれ。ああ、そっか、これ、2回巻けばいいわけか。結局、ダブルだもんだよ。15本の前じゃ、20、30本か。上がってくるわけよね。途中で入れて。はい、お元気でね、竹細工をされている成瀬拓三さんでございますが、実はなんと成瀬拓三さんの若き日の映像、若いといってもね、まあ二十数年前ですので70代の前半ぐらいの時の映像なんですけども、それがありまして、それがビデオでなくてね8ミリなんですよ。岩村にはね、岩村8ミリクラブというクラブがありまして、成瀬さんや、それから8ミリをね制作された、田中清範さん、清範さんってあの成人の姓にそれから模範の範ねで書くんですけども、岩村ではもうね清範さんで通ってますので、本当の読み方は私知りません、すいませんということで、田中清範さんが、撮影されました、編集された、成瀬拓三さんの、はい、映像を皆さんじっくりとご覧ください。懐かしい場所、懐かしい人がたくさん出てまいります。東部に800年の歴史が続く城下町岩村町には、この度岐阜県知事よりふるさと伝統工芸士の認定を受けられた竹細工師の成瀬拓三さんが住んでいます。ひとたび成瀬さんの手にかかると、どんな竹でも見事な現実に生まれ変わっていきます。岩村町の水はめ館で春の大お茶会が開催されました。その時、茶道具など成瀬さんの作品の数々が展示されました。成瀬さんは籠を最も得意としますが、最近茶道具にも取り組み、その作品は名古屋、京都の表千家、裏千家の先生方にも評判が高く、また多くのお
弟子さんたちにも愛用されています。はじめの見どころは、この直径10センチの竹がたった刀1本で糸のような何十本もの細い竹囲碁になっていくのです。では、この見事な手さばきをしばらくご覧ください。在庫ばかりをしているわけではありません。忙しい合間を縫って畑仕事にも手を出します。この時間が夏瀬さんのしょうもない息抜きなのです。今年の作物の出来は上々のようですね。また、夏瀬さんは町民からの要望で竹細工教室を受け持ち、少しでも多くの町民に伝統工芸を引き継いでほしいと熱心に指導してみえます。危なっかしい手つき、難しい編み方、それぞれ悪戦苦闘のようですね。そして次の見どころは、糸のようになった紐を見事に編み上げていく過程です。この時が成瀬さんの最も気を使うところで、手の先に全神経を集中させます。
午後の昼下がり、奥さんと飲むお茶の一服、孫の話、今作っている作品の話、次の作品の話など、なっせさんが一番落ち着ける時です。そろそろ一つの作品が完成に近づいてきました。この作品はお茶会の席で菓子器として使われるものです。一口に言っても酒は何種類もあります。例えばこの作品の酒、黒竹といって、何年もかけて選び抜かれた酒で作り上げたものです。あの直径10センチの竹からこのような素晴らしい作品が出来上がっていくのです。それでは完成品の数々を見てみましょう。なっせさんは次の作品の材料となる良い竹を探します。芸術家竹細工師なっせ拓郎さんは、これからも次から次へと飽きることもなく素晴らしい作品を作り出していくことでしょう。耐えて俺はどういう人間だということが分かった、うんうん、あれから戦争をやってしびれ行って生活をして、同じ年齢の者がよ、みんながついてこない人は多かったけど、俺は楽々何もかもできたんよ。それは学校はペケだに、いや本当の話やでこれ、うんうん、ロシア語もよ、うん、我らはよ覚わらんよ。今でも覚えてます？知っとるよ。でたまに出るの。一番最近来たのよ、うん、最近来てもよ、チェルノブイル、あそこの子供が来たわ。うち6人来てよ、うん、すぐ喋れるもん。はい、20年か30年経ってからか。でテレビにとってもたまに、いや、エリジェンのロシア語がよ、たまに知った言葉が出るんや。不思議なもんやな、このニスアカとも聞こえんけども大事や、うんうん、いや不思議なもんだなと思って、ね、俺はシビアにおるときもよ、うん、ちょっとした技術があったもんで、俺はちょっとしたことだけでよ、俺は助かったよ。俺捕虜でよ、給料もらっとったもん、うん、みんなが信用せんわ。ストールーブルよ、まあ100ルーブルストーだもんだ、100だけでよ、それを思ってね、夜居酒屋へ行ったことがあるんだ。シベリアで、みんな信用せんよ。シベリアの居酒屋、いや、ほっと信用してくれん。ほら、ほうだ、捕虜がよ、金を持って居酒屋行くってやったの、ストーリーで。その度胸がすごい。あの辺が、案外が利口じゃないもんで。怖いもんなしよ。周辺の人にはよ、
島にはヤブスケなるせえなるせえと不思議だね、うん、ずっとよボケるちゅうことがね、うん、忘れることあるよ、うん、だけど自分でもね私はボケんなとテレビにとっても何にとってもよ、うん、野球でも相撲でもね相撲の力士の名前はよ最近言えようになったあのすぐ言えようったけどねあれはないそういうことはよだからまあ多少ボケとるけどね他でもねそうだな最近すっと人の名前でもすっと出んようになったでないその点はあんまり利口じゃないわ教えてやるよ材料俺が作ってやるで俺もよ何か人にもらってもらいたいものが作りたいよなんだってあとこれ作ろうかやる、うん、この今のよこの大きさを決めるにはよ、うん、これぐらい紙なもんで、ね、これぐらいなきゃよこれ長いなよ長いでもっとゆうこちゃんのあんたの仕事いろいろあるぞ、うん、いっぱいあるね成瀬さんのね工房これはですね作品それから道具材料がもうねいっぱいこうねぎっしり詰まってましてしかしこう整然とねこういかにも職人の工房まあ当然といえば当然なんですけどね、いいものを見せていただきましたよさあ、ご近所の方とのねなんか日常的なね交流についても伺いましたそれでは、そんな様子を皆さん聞きましょうかよその話が聞けるしな、うん、俺もありがたいことがあるねこの若い人がよ一週間に一遍は来てくれるもんで、うん、それで世間の話を聞くのが楽しみよ、うん、いつも朝ここに日向ぼっこしておるとよ誰か通るもんで、うんでちょっと話がして耳は聞こえんけども口を見とるとねまあ朝の挨拶ぐらい一緒だもんでそれをそんなことを楽しみにそうじゃないとねもう親しい人たちも男はおらんのよみんな死んじゃってこれでもねこの近所の奥さん連中はね、たまには俺を呼んで、あそこのコーヒー連れてってくれる。うん、いや、あの点は嬉しいな。この間、あれに連れてってもらった。いや、大変なね、人生というか、もう戦争体験者の方は多分80代後半90以上ぐらいの方でないと戦争をね例えば戦争に行ったなんていう記憶はねなかなかない貴重なお話でしたシベリアで居酒屋に行ったってねなんかのんきなこと言ってましたけど実は本当は大変だったと思うんですよ、ねそれでも今まで一生懸命ねこうやってね、やってこられたという非常に興味深い話でしたさあそんな成瀬さんが実は制作された8ミリビデオがあるんですよ、ね、新しいもの好きでねもう40年以上前から8ミリをねされていてそしてそのデータが残っていましたああ霧ヶ城春日八郎ですよはい、ぜひねもう貴重なフィルムですのでねこれをデジタル化しました。さあ、それでは今日のホットミュージックは、アーキリガジョをお届けいたします。
西なれ近所のおっちゃんになった ここではこうして皆さん近所のおっちゃんになった何やだ何やだ言うとり教育をバカにするわけじゃないけど世間を気にして子供らが育てられる
ちょっとホットタイム。この番組はサラダコスモ、チコリムラ、その他ご覧の各社の提供でお送りいたしました。この番組は一般社団法人エナ健康生活支援隊の YouTube 公式チャンネルでもご覧いただけます。また放送日の週の木曜日午前10時からもただいまご覧のチャンネルで再放送をお送りいたします。それでは次週も日曜日夜8時はちょっとホットタイムをお楽しみに。今日のナビゲーターは山内詩恵でした。